ところで YouTube の撮影なんて恥ずかしい。どうも皆さんこんにちは。というわけで今日はね、秋葉原に来てど真ん中なんですよ、マジで。今なんかお祭りやっててなんかまあ僕も乗っちゃうしかないってことで、今日はですね、ドラゴンボールヒーローズ第4弾なんですけれども、暗黒仮面王が未だにね当たってないんですよ、暗黒仮面王。いや、これは欲しいと。で、今なんかウロチョロしてる人もシークレットが出てないそうなんで、ウロチョロ出しちゃおうかなって思います。というわけで、じゃあね、シークレットまたは UR、 まあね、その他いいのが出るまでやっていきます。え、さっきメチカブラ出たんじゃないですか。出ました。新小屋でね、ニクレでメチカブラがね、出たんで、まあこれで終わってもよかったんですけど。うわ、すごいすごい、見して見して見して。すごい、見して見して見して。最後のアンディンディンディアンディンディンディチャンネル登録、アンディンディンディアンディンディンディ、恥ずかしいわ。彼を襲うアンチ、アンチ35,000円、爆笑。仮面をかぶったその男、アディダスだ。ね、さっき外人止められてましたね。人気でしたね、外人さんにも。外人さんにも無線に連れてかれそうになってましたね。黒人さんにね。どうですか、爆笑の影は近づいてきてますか。どんどんで、また4枚目やられそうです、4枚目。爆笑報告出てました。ツイッターで、頑張れ、俺は爆笑したのって。今、ちょっとツイッターで来たんですけれども、両方とももう UR とシークレットがないかもです。マジかよ、ここに来て、それ。皆さん2700円でどうか買ってあげてください。次はちょっとね、さっきの報告を受けて違う台に移動してきました。おー、メチカブラや。お、ミラです。ご飯静電気、今ね、こんだけ回したんですけれども、この後もし何か UR シークレットが入ってるのかね、ちょっとね、Twitter で聞いていきたいと思います。もし、ね、当たったらプレイかけて回します。今来ました。多分ですが、ヒットがトランプゼロ。あの、結構読んだら下がるの早いんですよ、多分皆さんも見てて分かると思うんですけど。しかもヒットこの間プレイ格やったばっかりなんで、まあね、またの機会に連呼したいと思います。今回はこんな結果になっちゃったんですけれども、次回は暗黒仮面をメチカブラ当てるので、ぜひ皆さん見てください。アンチの最後は私持つのだろうか、こうご期待。この動画良かったら高評価、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。引っかかりますよ。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。ありがとうございました。そんな音楽だったね。でしたね。初ガラクタでした。どうも皆さんこんにちは。というわけで今回は近藤さんにね、新小屋に来てもらって、一緒にね、7枚出たカードでスコア対決をしたいと思います。はい、まあ前はね、あのボロカスにやられた、ボロカスにで、もう油断はないです。もう俺がちょっと第二形態を見せてしまうかもしれない。ボワーッつってガッツ、第二形態発動で、スペシャルミッション、今ね、見る限りですね、なんもないんですよ。あ、まあ、とりあえずじゃあやってみよう、やってみよう。さあ、クリリン来い、クリリン、第7宇宙の戦士、クリリン来い。おー、ベジータ。いや、ベジータちょっといいね、ちょっといいな。アビリティが長いぞ。ビーダル
声似てましたね。魔人ブーのモノマネ、アンチによる魔人ブーのモノマネ。あくわかんないんですけど。おこちら、じゃん、おベジータカカロット。モノマネうまいですね。いやうわやばい、アビリティはアビリティ、ないアビリティ、的確な指示、あ、いいじゃん、アシストじゃなくて指示だ。サポーターによると仲間が必殺技を発動できるようになると。おいいじゃん、いいじゃん、やばいね、これちょっとやばいね。Thank you.
なんでゲーゲーゲー